もちろんしたいとは思ってましたけど、予想はできなかったです。なんかいろんなことがありすぎて、こう、まあ、バタバタした中での大会だったので、若手だったのかな、なんかもう、そう、必死についていく感じだった。でもとにかくもうあの大会はすごい楽しかったです。初めての IOC 世界大会で、で、まあ、途中からなんか不思議とこう負ける気がしなかったというか、このメンバー、このチームだったら根拠はないけどいける気がするっていう、そういう一体感とかがあったので、それがすごく楽しかったです。そうですね、うん、決勝も緊張はあったけど、なんかそれよりももう鳥肌立つようなこうワクワク感の方が大きかったかな。うん、トロフィー触れなかったの覚えてる触るの忘れちゃったなんだろう、なんかいろん本当に、ね、そこまで行きたかったけど行くと思ってなかったし、いろんなことが一気に起こりすぎて、なんか絵で見たような感じ、なんて言うんだろう、あんまりこう自分の記憶で残っているっていうよりは、あ、写真見て、あ、こういう感じだったんだっていうような記憶になってます個人的にこうなでしこブームの時にちょうど海外にいたので、あんまり多分そこまで実感してない方だと思うんですけど、でもなんか一回頂点まで行ったらもうそれ以上がないから、あ、結果出さなかったらまたここから落ちていくしかないんだなっていう、なんだろう、不安とか恐怖感もありつつっていう風に見てましたけど、うん、そうですね、そう、すぐだったから、ロンドンが、だからロンドンはもう結果出すのが当たり前っていう多分周りの見方だっただろうし、自分たちも出さなきゃまずいっていうのもあっただろうし、うん、そういう中での大会だったかなと思います。なかったですなかったから結構休みながらやってたりとか、でもなんか怪我したまま消えていくのもちょっとなんか悔しいなっていうのがあったんで、まあ、所属チームもなかったし、特に何のためにやるっていうのがなかったんですけど、とりあえず一回は復帰しようっていう、それだけでリハビリはやってました。代表は何も考えてなかったです。なんか戻れるとも思ってなかったし、うん、だからとりあえずピッチに一回、まあ、リーグでも、まあ、どこの、まあ、海外のリーグでもとりあえずピッチに戻れたらいっかっていう感じで。どうでした？すっごい楽しかったです、やっぱり、うん、しかもちょうどね、海外組も戻ってきた海外、うん、カナダ遠征だったんで、みんなまたね、いつものメンバー揃ってやったんで、ああ久々だっていう感じで、ね、とにかくチームのためになったらいいなって思います。なんかあんまり昔からそんなに個人のサッカーに対する欲がないままここまで来た人間なので、その時の仲間とかチームとかで、あ、勝ちたいなって思ったから練習したし、なんかいろいろ頑張ってきたので、だから今回もそういうメンバーと一緒にできているので、その中で、まあ、自分のスピードを生かして走るんだったらそれだし、とにかくそういうので少しでもなんかチームの力になれたらなっていう感じでプレーしたいです。何のために根本は代表とかそういうの関係なしに、根本はもう楽しいからやってるから、きっと楽しくなくなったらやめるんだろうなと思います。ね、どうしてなんですかねどうしてなんですかね。なんか、まあ、なでしこ、自分たちはなでしこっていう組織でそういうふうに思ってもらえ
てるんですけど、なんか日本人として、じゃあ起こった問題を考えて修正することができて、でまたさらにチームのために動けるっていうのは、なかなか他の国にはここまで深いものは文化としてないんじゃないかなっていうのが、まあ、海外行っても感じたし、だからそれがサッカーで自分たちは見せれてるだけですけど、なんか日本人としてそういうのがあるのかなっていうのは感じる時もあるし、そう思いたいというか、日本の代表としてやってるので、なんかそれが強みでもいいのかなっていうふうに思います。そうですね、なんかどっちがいい悪いじゃないんですけど、例えばフランスだったらもう意見をとにかく言い合うのが綺麗なことで、解決するところまではいかなかったり、でも日本人はやっぱりそれをしっかり解決して一つの答え出してチームとしてやっていけるのは、それは強みだと思うので、ね、そういうのはすごい自分は団体競技やる上で好きなのでいいなと思います。ピアノやってる時はピアニストになりたかったし、なんか母親看護師だったので、そういう母親からの話をたくさん聞いてる時は看護師になりたいって言ってたし、もうコロコロ変わってました。最近全然サッカー選手としてですよね、ここ 1,2 年かな、やりたいなっていうか、必要としてくれるところがあるなら頑張りたいっていう感じです。代表はなんか北京五輪のバックアップだったんですけど、バックアップ、まあ、北京五輪も全然目標にはしてなくて、本当にバックアップにたまたま選んでもらったっていう感覚で、でも最終本当に最後の合宿まで参加させてもらって、でなんかみん他のなんチームのみんながこう一つになっていく感じ、大会に向けて、それを間近で見て、なんか初めて代表楽しそうだなとか、やっぱこういうね、みんな誇り持ってやってて、そういうとこでプレーしたいなってちょっと思い始めたところからかな。そうですね、なんか夢を与えるっていうよりは、自分自身がなんかそんな強い夢とか目標を持ってきた、やってきたタイプじゃないので、でもただ楽しくて、うまく楽しいからうまくなりたいとか、じゃあ仲間が好きだからうまくなりたいとか、そういう感じでやってきたので、だから自分はここの立場でやっぱ楽しくやってる姿を、もちろん一生懸命だから楽しく見えるんだと思いますし、まあ、一生懸命の中でなんか生き生きした感じとか、そういうのを見て何か伝わったら嬉しいなという感じでやりたいと思います。メッセージ、例えばリフティングできなくても代表になれますとか、手骨が曲がってる内股でも大丈夫ですか？なんか多分得意なことと不得意なことがみんなやってる子たちあると思うんですけど、不得意なことを練習するのももちろん大事だけど、なんかそれにこうとらわれすぎて長所があんまり伸びないのが一番、自分はっていうか長所を伸ばすのがすごい重要なことだって思うので、好きなプレーはもうとことんこう突き詰めてやってってほしいなとは思います。